ニトリホールディングスは自社ブランドによる低価格のステーキ店の運営を始めました。店舗名はニトリダイニングみんなのグリルで、家具雑貨店に併設する形でこれまでに2店舗を設けました。運営のコストを下げるため、食材は卸を通さずに調達します。税込み500円のチキンステーキなど手頃な価格を武器に集客を図ります。